ブンブンつくつくブンつくつくつくブンブンつくつくということでね、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。奇跡のねビートボックス、まあ全一みたいなところあるんでね、そういうビートボックスから始まりましたが、2ヶ月下手したらね1ヶ月半2ヶ月ぶりぐらいのねマリオカートに、なると思うんですけど、まあ最近ね結構スプラトゥーン一色だった部分があるんでね、まあちょっと久々にねマリオカートでもやっていこうかなということで、本日はかなり久々に、マリオカート1、2ヶ月ぶりだね、やっていきたいと思います。さあということで、今回はまあ何久々だからね走りやすいので行こうかなっていうことで、当時よく使ってた多分ね、リンクの、このカスタムブルーファルコンスカイローラーワリオカイト、レートがね今回は、オンラインの世界の誰とでも、レートが5866で止まってたかなということで、本日も頑張ってやっていきましょう。さあやっていきましょう。ステージ決まりました。 150cc マリオサーキット頑張っていきましょう。ちょっと全体的にレートが高めではあるんですけど、まあこれスタートアクセルどこだ、 A だよな多分な。ねアクセルとドリフトは覚えてる。アイテム使うのとか覚えてない。3、2、1スタート。さあドリフトはここでしょ。 OKOK マジプロの走り見せるから本当にやばいから。あちょっと待って、いやこれは違う、あのジャンプアクションとかどうやってやんだっけ。オッケー、来た、分かった、今一発で分かった。え、こんな滑ったっけドリフトって。任せてマジで。今日もね2レースぐらい走っていきますんで、この奇跡のキノコよし。あ、アイテムここね。オッケーオッケーオッケー、把握したで、ここもキノコで飛ばしていく。オッケーで、これドーン。おい、ほら見てもうやばくない。2位だよ。あ、痛い、ちょっと待って痛いちょっと今オカマみたいになっちゃった。よしさてこれ取れる、大丈夫俺心の目で見てるから。ちょ君やめて、それやめて、緑色危ない。てめえマジ許さねえからな本当孫の代まで恨む。さてこれはパックンフラワー、あどうしよう、待って今9位か。もうちょっと走りやすいバイクあったろ、これバイクっていうか乗り物なんで俺これにしたんだろう。いやこれね結構好きだった気はするんだけどな、記憶があるんだけど。さて、現在8位、ただ前はみんな見えてるのですぐ追い抜いてやりましょう。こんなもの任せてくださいまし。やっべ、じゃあこの計算内想定範囲内でしたね今のは。キノコあるんでね、だからこれで赤コーラ3つある、潰される前に前に投げておく。待って、およし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 、これ投げる。あ待って、あれ赤コーラ3つ守ってんな。よしこれで2個に交換。 OK、 前のマリオの赤コーラが1個になって、待ってこれ3周目だ。待って、いやまあ1レース目ねちょっと手加減しましたね。さあということで1レース目、奇跡の走りを見せたものの8位ということでね、もう1レース頑張ってねやっていきましょう。ちょっとな上位トップ3ぐらい入りたいんだけどね、ちょっとまあこの同じカート構成でやっていきましょう。 OK、 2レース目 150cc ハイラルサーキット、まあリンク使ってるんでね、ハイラルサーキットピックしたら当たりましたね、ラッキー。ここ結構好きだよ、走りやすいかな、ちょっとわかんないけど、それは微妙な気がするけど結構好きなんですよね。ちょ待って、俺この構成さ好きだったはずなんだけど、やたら滑るんだけど。2、1スタート。さあ行きましょう、奇跡のレースをお見せします。あちょっとアイテムボックスいただけないんですが、ほら奇跡の2やばいでしょマジで。あ待って早くないみんな、待ってあちょっとルピーっていうんだっけこれも取れないんだけど、まあ見ててくださいよ、やってのけますから。ほらやば、待ってバナナ吹っ飛んでったんだけど、あやば、ちょっとダート入った、あちょっと待って OKOKOK 大丈夫これあれ 1周目だけ様子見ですからね、これこっからもうバンバン1位独走ですから俺。さあ早いよ、いいよ、現在6位、素晴らしい順位。6位って今回はね12人マックスいるんで、6位って言ったらもう半分ですからね。よいしょ、あれジャンプアクションできない、これ1個はちょうだい。マジ、なんかすっごくない、
あーなんか思い出したわ、なんか前言われてたわ、圧倒的被弾率っていう、デスコンの神って言われてたわ、そういえば忘れてた。よし、これでルピーちゃんと回収しながら、あ、オッケー、感覚が戻ってきた、感覚が戻ってきた。やばいよ、こっから多分巻き返しえげつないから。これ、あ、ちょっと待って。え、違う違う違う、今もこれやりたかっただけだから。みんなにこの緑コーラ3つをなすりつけるっていうのやりたくて、ちょっとね、ダート入っちゃったみたいなとこあるんで、許してください。さて、あ、キノコ切った。大丈夫、あっぶね、ちょっと、やばい。待って、あ、そうだ、これジャイロじゃないから、俺コントローラーいくら傾けても曲がんねえんだった。ちょっと、スプラトゥーン慣れしすぎちゃって。よしよしよし、待って、これさ、ちょっと待って、悔しすぎるからさ、もう一レースやっていい？これちょっと納得いかないわ、俺。絶対上位入りたいもん。なんか、まあ、任してよ。こっからまだ、ワンチャンありますからね。来た、スター来た、まだいける、前の人もスターもっとひどいよ、9位だよ。待って、非常に納得いかない。もう1レースやっていい？ごめんなさいね。では3レース目突入しましょう。さて、コース決まりました。 150cc ヨッシーサーキット、ゲームキューブのステージね、やっていきましょう。やばいよマジ、レート下がってしかいないからね。5866スタートで今5861、全然下がってねえわ、全然 OK。 さて、ここでね、もうダントツの1位取って終わりましょう。2、1、スタート。ヨッシーサーキット好きだよ、ヨッシーサーキット好き、マジで1位しか見えない、マジでやばすぎ。あ、ちょっと待って、待って、落ち着いて。あ、ちょっと、おー、ちょっとやってくれたな、ほんと。待って、でもビリじゃない、ビリじゃない、やばいか、このドリフトさばき。あ、やばすぎ、やばい、おっさん泣いてる、やばい。よし、なんか来て、キノコか。あ、でもここでキノコまあまあ美味しいんじゃない。よいしょー、よいしょー、ここも加速。みんなこの被弾率よ。あれ、嘘、え、こんな闇深かったっけ、マリオカートって。深くね、闇、そこが見えないんだけどさあ、現在11位、2周目入ったところ。あ、来たね。これはもうここで一気に行きましょうか。よいしょ。さあ、ここでガンガン順位を上げていきたいけど、みんななんかそういういいアイテム引いてるわ。来たー、来たー、キラー来た。いいぞ。さあ、そうそう、キラー切れていい。オッケー、ナイス。あ、待って、これ無理に2個取りに行かなくていいや。オッケー、グッチョブ。大丈夫。落ち着け。慌てることはない。よし、後ろに投げて、誰も当たらない。で、このファイアフラワーが見事に全部外れていく。で、はい、3周目。さあ、最終ラップ、現在8位、かなり絶望的だけど、前は結構見えてるから1個でも当たってくんないかな。当たんないか、意外と。あ、当たった、よし。あれ、これで8位、1人抜いて8位。あれ、1回9位下がっちゃったかな。どけ、よし、 OKOK。いいよ、ちょっとそれっぽくなってきたんじゃない。で、これはね、どうしようか。やっちゃった。え、待って、無理なんだけど、ちょっともう一レース取りたいんだけど、納得いかない。ちょ、やばい、マジ嫌な記憶が、う、頭がって感じになってきたんだけど。嘘。はい、ということでということでね、もうしょうがないね、3レースやってこれだったらね。ということで、まあ本日は3レース、取ってったんですけども、いやー、ちょっとね、1ヶ月半、2ヶ月ぶりぐらいにね、やってみたマリオカート、闇が深すぎますね。ちょっと待って、今日ね、久々にこの後、このね、動画撮った後、マリオカートのね、生放送なんですけど、動画自体はね、もうちょっと後に公開されると思うんですけど、ちょっと怖くなってきましたね。一応3、4時間やる予定なんでね。まあ、ちょっと頑張ってそこでまた上達してね、まあ感覚戻してまたマリオカートの動画もね、撮っていこうかななんて思っているので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、よろしければこの YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたします。生放送は普段オープンレックっていうところで行ってるんで、概要欄の URL からフォローしていただいて、ぜひ遊びに来てみてください。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。